家族にはね自分は二流の経営者だっっっててていいううことを盛んに言ってたっていう話です。あの当然私が生まれた時にはもう栄一は亡くなっていますから栄一に直接話を聞いたわけではないんですが、まあ、父の話ですとか、まあ、親戚の話なんか聞くと盛んにそれを言ってたと会社を作ることそれにはねとても興味がある人だった要するにこれからの社会に何が必要かってことを考えることにはとても興味がある。 ところがあの、結局お金を一銭も残さない人でしたから。つまりね、お金を儲けるってことにはほとんど多分興味はなかった。日本銀行は7月3日から新紙幣の発行を始めました。新紙幣の肖像画には千円札に。破傷風の予防や治療する方法を開発した細菌学者で。近代日本医学の父と呼ばれている北里柴三郎。 5000円札に生涯を通じて女性の地位の向上と女子教育に尽くした教育家の津田梅子、1万円札に生涯で500もの企業の設立などに関わり、日本近代社会の創造者と呼ばれている渋沢栄一がそれぞれ採用されています。紙幣ののデザインが変更されたのは年以降、 20年ぶりで、角度によって肖像が回転する 3D ホログラムや、精密な透かし模様など、最新の偽造防止技術が盛り込まれたほか、指で触ったときに判別しやすい模様が入っているなど、ユニバーサルデザインも導入されました栄一の生きた時代の価値観と今が根本的に違った部分があるんですよ。 でその経済という概念はもともと栄一の時代にもあったということですが根本に違うのは、えー、と地球環境という概念なんですで今までやっぱり人類だけがどうやって要するに裕福になるのか裕福とは言わないけどどうやって便利になりそして発展させるのかということが人類の目的だったそれはその栄一の時代もそうだと思うんですが。 今それではもうダメだってことは分かったったてことですそこで資本主義という道具を使ってどういうこれから社会に変えていけるのか今のこのままじゃダメだはみんな分かっているがその中でどういうモデルを作っていけるか今一応間庭にはエネルギーもあるし食料もあるし水も豊かな水が出ているし。 江戸時代と同じようにある意味では使えるというアドバンテージは持っていてあの時要するに行き過ぎてしまった資本主義のあの角を曲がり間違えてなければこんな社会が実現できるんですよということをもしかし示すことができればこれからのそれこそ日本だけじゃなくて世界のモデルになっていくような街づくりにつながっていくのかなと私はとっても期待をしているんです。